ます吉平芳子さん私は日本共産党を代表して学校教育法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います反対の第一の理由は本法案により政府の大学自治への介入が進む懸念があることからです学校法の改正で認証評価に適合認定を義務付け 不適合となった大学に対し、文部科学大臣が報告または資料提出を要求できるようにしています。従来、大学関係者が各大学を評価するという自律的な制度とされてきた認証評価制度のあり方を大きく変え、文科大臣による大学の教育研究への介入、または監視に道を開くものであり、認められません。第二の理由は、本改正により、教育研究を経営優先に歪められかねないことからです。 国立大学では、認証評価結果を法人評価に反映できるようにしています。法人評価は、運営費公金の配分に連動しており、国立大学法人の経営と教育研究活動に対する政府の支配が、あこれまで以上に強まる可能性は否定できません。で国立大学法人法人の改正で 国立大学法人が、えー、法人複数大学設置できるほか、法人の長である理事長と、大学の長である大学総括理事を置くことができるようにしています。新たに置かれる理事,理事長は 教育研究の審議機関である教育研究評議会に評議員として参加するとしていますこれは教育研究を経営優先に歪めることにつながる懸念がありますまた私立大学での新たな認証評価結果を踏まえ中期的な計画を策定することを義務づけることについても中期的な計画に教職員の意見が反映される保障がなく法人の理事会による教育内容への介入教学軽視 経営優先の大学運営になりかねないということを指摘させていただきます。第三の理由は 本改正が法人の理事会などの専用的、独裁的経営を根本的になくすものになっていないからであります。大学運営での問題、不祥事があれば、大学の実践を重んじ、大学法人自らが解決できるようにしなければなりません。私立学校法の改正では、学校法人の責務を新たに規定し、運営基盤の強化や運営の透明性だけでなく、設置する私立学校の教育の質の向上を義務づけてい,るいますし、また、本改正で役員の責任の明確化さす、 がされれるとしていますけれども2016年学校教育法改正で学長権限が強化され、教授会の権限を縮小するとともに、同法施行通知で学長選挙の廃止を文部科学省が進めています、この下で理事会、学長権限が強化されており、教職員、学生の意見を無視する理事長、学長独裁の学校運営がまかり通っている現状を変えるものにはなっていません。結果として 大学不祥事に何ら責任を負わない理事会が横行することもあ、えー、失礼、結果として、大学不祥事に何ら責任を負わない理事会が横行していることを防げませんし、これでは文科省自身が大学不祥事の責任逃れに加担していると言わざるを得ません。大学自治破壊の施行通知などは、直ちに撤回することもよう申し添え、討論といたします。 他にご意見もないようですから討論は終局したものと認めますこれより採決に入ります学校教育法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手をお願います多数と認めますよって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際 上本さんから発言を求められておりますので、これを許します。